導入されています女性専用車両、ベビーカー専用車両に続き、シニア世代に優しいシニア専用車両の導入を計画中と鉄道各社が発表しました。現在導入されている女性専用車両は、犯罪や暴力から女性を保護するものとして、女性客に安心して利用していただき、女性利用者の獲得が目的であるとされております。そして先日、子育て世代に安心して利用していただき、安全な乗り物としてニューファミリー層を獲得しようという動きで、ベビーカー専用車両が導入されましたが、今回はシニア世代をターゲットに60歳以上専用車両の導入を計画中とのことです。現在検討されている車両は、片側に折りたたみ式の座席とテーブルを設置し、ネット通信を利用した健康相談窓口と、セルフで行える健康チェック用の身長、体重、体脂肪計、血圧計、自動体外式除細動器 AED とドクター1名と2人の看護師が同乗し、相談やいざという時の治療にも対応しようというものです。まずは山手線に導入させ、絶えず都内を周回させようということです。これによりシニア層も安心して利用できるのではないでしょうか。以前、病院の待合室がシニア層のたまり場になっていたようですが、今後はシニア専用車両がたまり場や情報交換の場となるかもしれません。しかしながら、人材はどうするのか、財源はどうするのかなど問題は山積みですが、ぜひとも実現させていただきたい案件だと思います。